か休めそうね。こんなとこに部屋があるなんて。死ぬのかな。大丈夫よ。きっと朝になれば下山する道が見つかるわ。そうかな。そうよ、雨は止んできっと道は見つかる。大丈夫よ。今外に出ると土砂に流されるぞ。闇雲に外に行くのは危険よ。うっせえな。ピーチクパーチク騒ぐんじゃねえ。お休みのところ失礼しました。私たち登山に来て道に迷ってしまって、しばらくの間ここで休ませてもらうことはできないでしょうか。ありがとうございます。この天気つくんですかね。つけてみてもいいですか。つくんですね。すいません。私のせいだ。私が歩くのが遅くなかったら。ネガティブなこと言わない。ポジティブに捉えていかないと。遭難なんて貴重な経験なかなかできないよ。このまま帰らない方がいいんじゃないのかな。あやめまで何言い出すの。だって帰ってもいいことないし。疲れてるのよ。こんな時考えたってしょうがないよ。けどあやめの言うことも一理あるかも。二人ともしっかりして。うるさいな、静かにしろよ。
ません。あなたはずっとここに住んでるんですか？ちょっと。ここは居心地がいいからな。ずっと一人でこんな山奥に？ああ、転々としてる。いいですね、自由そうで。法律関係で働いてた。弁護士ですか？すごい。ろくでもねえよ。世の中知れば知るほど嫌になる。私、ブラック企業に勤めてるんです。ほとんど休みなくて、奴隷のようにこき使われて。ここは耐えて頑張ればきっと光は見えてくるよ。司はいつもそうだよね。何が？いつもそうやって前向きで明るい。会社が倒産してまだ新しい仕事が見つけられていないのに、なんでそんなに明るく振る舞えるの？だって頑張らなきゃ。頑張って頑張ってこそ幸せになれるのよ。私はそういう風になれないな。夢もなく希望もなく、ドジでおかちで、私なんていてもいなくても同じだ。またどっか崩れたな。ここもそろそろ危ないかもな。死ぬの？そうかもな。なんだ、死ぬのが怖いのか？死ぬことなんて別に大したことねえよ。なんでそんな風に言うんですか？人間は等しく無価値だ。どんなに輝くものだっていつか跡形もなく消えてしまう。それなのに人は些細なことにこだわり、お互いに傷つけ合う。くだらねえな。そんなことありません。みんなそれぞれ価値を見つけるために頑張るんです。幸せになるために、生きるために必死に頑張るんです。あんた無理してないか？
さっさと寝ろ。明日に響くぞ。生き方は一つじゃない。